にちは、スノーボーダーの青木でーす。ウィンターアースの中でーす。いつもより前ですね、随分行くじゃない。ちょっと前気味に随分行くじゃない。いつも元気いいんですけどね、今日特別元気いいじゃないですか、僕ら今ね。はい、あれどうしたのこいつだって思ったと思うんですよ。これなんでかっていうと、さっき話してたテンションのまんまカメラ回して撮影してるんですね。そうですね、そうですね。はい、でそのさっき話してたテンションっていうのが、いつも僕スノーボードの話を和歌とすると、大体似たような感じで、そうだよねそうだよねそうだよねっていうふうに共感し合って終わるっていうことが多いんですけども、うん、なんと珍しく、はいはい、2歩ぐらい、1、2歩ぐらいしたら3歩目ぐらいからグワッて分かれたじゃないですか、この今日の話。分かりましたね。そっちじゃないなっていう。おーおーこの野郎。そう、それがね、めちゃくちゃなんかこのままなんか2人でやってたらなんか喧嘩になるんだ、空気悪くなっちゃうかもしれないなと思って、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、これ撮影しちゃおうぜっていうので、いきなりカメラ回したので、このテンションで今日はスタートなんですけれども、じゃあこれどんな話をしてたかっていうところと、僕の主張から始めさせてもらってよろしいですか。どうぞ。どうなっちゃうんだろうね。あのね、スノーボードの楽しみ方をさっていう話から今日スタートしたんですよ。どういうとこ、やっぱりスノーボード楽しむのはさ、こんな楽しみあるね、パークもカービングも面白いよねみたいな、一歩二歩進んでった時に、僕がでもやっぱりスノーボードってスノーボード特有のエッジとこのサイドカーブっていうのがついてるから、この下り坂を滑るにあたり体を動かしていって、ギュイーンギュイーンって曲がっていく、あの遠心力っていうものがやっぱりスノーボードの楽しみ方の醍醐味で、その遠心力楽しむために体を内側に倒し込んでいったり、重心移動したりとか、そういう動きを結構気にして遠心力楽しむ。なんで分かりやすく言うと、この下り坂を横切る横切る横に行く楽しさっていうものが、やっぱりこのスノーボード特有のエッジ、サイドカーブ、そしてそういうものからしなりみたいなことを考えると、横切る楽しさっていうのがやっぱり醍醐味じゃないっていうふうに主張したんですよ、話をしたんですよ。はい、いつも通り、ああやっぱそうっすよねって乗っかってくるかなっていうふうに思ったら、なんと、へー、レイさんはそうなんですねって言ったよね、さっきね。へー、そうっすか。もう、って言ったよね。すげー軽く、へー、そうっすかって言い始めたので、じゃあ、俺にさっき主張してきた若の数字、皆さんにも聞いてもらってください。僕のスノーボードの楽しみの醍醐味としては、メインに置いてるのが自由落下。もう楽に自由に滑って、ゲレンデをこう下に向かって、下に向かって楽しむ、そのスピード感であったり、まあ、板をこうずらしたりとかコントロールするっていう面白さっていったところが、まあ非常に僕は面白いなと思っているので、結構皆さんもこう下り坂を滑るんで加点スピード出てきちゃうと思うんですよね。でもこう綺麗に板立てようと思うと転んじゃったりするのであれば、ちょっとずれることも良しとして、もう下まで楽しく滑って風切って、まあそのゲレンデの雰囲気を味わえるのが、もう僕の中では非常に面白さの一つなんじゃないかなと思っております。これが僕の主でございます。はい。はい。それはさっき来ました。言いましたね、言いましたね。はい。ね、そういう風な感じで、うん、僕は横切る楽しさ、若は下に行く楽しさっていう風に、なんかここで枝分かれした感じがさっきしたんですよね。うん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 、で、その横切るためには、やっぱり僕はエッジがあるんだから、サイドカーブがあるんだから、それを使って、それを最大限に楽しんでいくのがいいんじゃないかなっていう風に思ってはいたんだけれども。はい。はい。はい、僕は、はい、まあ、エッジついてる、僕ももちろん、はい、僕も使う板もエッジついてるんですけど、はい、まあ、必要最低限、ああ、はい、必要最低限使って曲がって、うんうん、まあ、ブレーキかけるなり、エッジ使ってブレーキかけるなり、はい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 、ソール面を使って、まあ、面圧でコントロールする、うん、まあ、それで落下を自分の中で出せるスピードでコントロールしていくっていう、まあ、面白さもあるかなと思ってる側でございます。なるほどね。まあ、板によってサイドカーブの作りは違うので、うん、まあ、パウダーボードだったりハンマーヘッドだったり、うん、チェンジアップだったりによってはその乗り味っていうのが、うん、まあ、どれも違うので、まあ、その乗り味を楽しんでいこうよ、落下を楽しんでいこうよっていう、まあ、シンプルなところでございます。どうですか。なるほどね。どうですか。クソ。いや、わからなくないけど、わかりますよ、はい、もちろん、はい、それもすごくそう思いますよ、うん、はい、なるほどねっていう感じで、うん、こういう感じだったんですよ、話して、うんうんうん、こうあるんだからそれ最大限に生かしていければ面白いじゃん、だからエッチングして体いっぱい傾けてさみたいな話をしてたんだけど、今言ったように必要最小限って言ったもんね。
そうですね、まあある程度使えればみたいな、うん、はい、ぐらいな感じです。だからバタレオ乗ってるんですね。まあそれありますね。あ、はい、それが多分結構でかいんですけど、もちろん普通のキャンバーのボード、うん、なんだったら BC ので作ってデータも僕乗って、うん、ライダーやってたんで、うん、あ、そうだね、トランス乗ってたもんね。トランス乗ってたんで最大限使う楽しさも知ってるんですけども、うん、なんかある時に、うん、いや必要最低限で、うん、落下に対してそのエッジが引っかかってしまうことによって、うん、こうやばいこれで転んだら危ないみたいなところが、うん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 、バタレオに乗ったら、うんうん、逆になくなったんですね。それによってもさらに落下スピードが出せれば、はい、もちろんエッチングっていうのは弱くなるけどもずらしたりコントロールする技術が上がっていくのでトータル的に落下っていう部分の楽しさがなんかさらに上がったなっていうのがバタレオに乗り換えた時に、まあ、感じたところです。なるほどね、はい、じゃあそれ乗る板が変わって、はい、ある意味板に教えてもらいながらっていうのは結構あるってこと、はい、ありますありますあります。この形状に乗ったからがゆえ味わえたものと乗ったことによるスピード落下力のアップみたいなところが、まあ、なんかさらに楽しくなったなって感じましたね。そうだね、骨バタレオンだよね。あ、そうです、そうです、骨のバタレオンの板のソールがこうやって 3D 形状でこっち側とこっち側に落ちてるからある意味、このエッジが引っかからないんだよね。そうです、ね、引っかかりづらいというかね、うん、なんでこう、エッジをいい意味で今みたいにこうルーズに使える感じ、うん、で、今ちょっと言ってたけども BC ストリームってアクトギアっていう会社でやってるんだけども、その中に以前トランスっていうトランスプロジェクトっていうブランドがあって、うん、まあ、要は BC ストリームの兄弟ブランド、そこのライダーやってたんですよ。やってましたね、はい、そうなんだよね、やってました。そう考えるとしっかりとフルキャンバーの板でスノーボードするっていうのがどっちかというとそのバタレオの前だもんね。前です、前だもんね、前前だから、それをしっかりと体感しながら、なんだったらだから要は BC の板知ってますよ、そういう楽しみ方も分かりますけどでもっていうのが今の主張、はい、まあそうですね、今のスノーボードをやってきた上で感じている主張でございます。なんか俺よりも厚みがあるみたいな話だったじゃん今。いや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 、頑張ってる、頑張ってる。っていう感じで板を教えてくれたっていうのは僕自身もすごく感じていて、僕 BC ストリーム歴がもう20年以上で長いので結構 BC メインで乗ってるんですけども、初めは S の155っていう板に乗ってて、昔はワイドとかなかったんですよね。ウエストは248とか248ですよ。細いっすね。細いよね今の。っていうのに乗りながらテクセンこう優勝したりとかデモンストレーターとかやらせてもらいながら、うん、でもこれだと初めに言った遠心力カービングが楽しみづらい、だって細いからスコーンって抜けたいズズズっていっちゃうんだもんっていうので僕は板を太くしてったんですよ。あ、はい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 。そういう意味では昔その同じように BC の一番スタンダードなモデルに乗っていながらどんどん太くしていって、あ、ちょうどあった、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 この VL っていう板だったりとか S でもワイドシリーズっていうのに行き着いて、で同じ BC のトランスワールド、トランスワールドじゃないトランスプロジェクトっていう板からちょっと滑りの思考がバタレオンに変わっていって、と。そうですね、そうですね。その辺が今回の、はい、あ、まあ、ある意味喧嘩の原因、あ、喧嘩の原因かもしれないです、ね、喧嘩の原因だね、分岐点かもしれない、分岐点確かにそうだな、でもそう言われるとそうだな、うん、やっぱこう太さを求めていけば遠心力とか、ね、うん、あのこう G に対して耐えられるようになりますよね、わ、うん、かります。僕は多分その G に耐えるっていうよりも、うん、なんか落下を受け入れてっちゃった感じなんですかね、うんうん、抵抗するっていうよりもこう受け入れて感じて、うん、じゃあそれをどう板でコントロールするかみたいなところのこうターニングポイントがもしかしたらあったのかもしれないですね、スノーボード人生の中でというか、はい、すごい今日喋ったね。めっちゃ喋っちゃったっすね。そしてすごいまとめんじゃん。でも気づいたと思うんですけどね、我が君主張が多いとどん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 前に出てくる修正があるんで、これからもこういうの楽しんでもらえたらなと思うんですけども、まあ、今回はこういった感じでスノーボードの楽しみ方っていうふうに話し始めたら、うん、なんか枝は疲れし始めたのであれって思ってカメラ回し始めたんだけれども、で、あのトランスの話はその前しなかったじゃん、撮る前は。ああ、しなかったですよね、はい、だからこの本当撮影しながらこうやってなってって、出身は同じなんだけれども枝分かれしていった先がワイドボードと 3BT の板っていう形状だからこういうスタイルが出来上がったんだねっていうので、枝分かれしたから意見は違うんだけれども、やっぱりスノーボードの楽しみ方を独自にそれぞれにやっぱり考えていったら、まあ、自然とそうなったっていうことだから、うん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 、まあ、だからまあ、なんて言うんだ、否定しなくていいんかなっ
まあそうですね、根本は一緒で、そうっすね、まあ、経験値でちょっと変わったかな、そういうことですよね、はい、全然否定もないし、否定もないし、肯定もないし、肯定もないしっていう感じで、まあそれはそうですよね、お互い違う板持ってて、うん、違う楽しみ方してますからね、うん、っていう感じ。僕カレー大好きなんですけど、カレー食えないんです、食えないです、まあ、ただこれの話を今したっていうだけじゃないですか、ただただね、好みが違うっていうだけで、でも美味しいものを食べるのは好きだよっていうのは多分一緒だと思うので、うんうん、あの甘いシュークリームは2人とも大好きなんで、そんな感じで今回のスノーボードの楽しみ方っていうのでちょっと我がと意見が違ったんだけど、乗ってる板によってそういう方向性結構変わってくるな、うんうんうん、ね、変わりますね、はい、多分その落下とか、うん、その自重っていうんですか、うん、自重をかけていってさらにこう傾いて傾いてってなっていくと、うん、セッティング、うんうん、っていう部分を、うん、すごい重視します、すごい重視、当たり前じゃん、セッティングの話ばっかりしてた俺 YouTube で、そうですね、うん、まあ、僕見てるんで、うん、すごい重視してるんだろうなって思いながら聞いてるんですけど、やっぱそこは、うん、落下とか自重フォームに対して、うん、セッティングの重要性っていうのを体感してきてるってことですよね、うん、そうだね、そうですよね、そう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 、うん、よりその横切る遠心力を楽しむためには、あ、このセッティングよりもこうした方がいいな、こうした方がいいな、こうした方がいいなっていうふうに試行錯誤しながら見えてきたものを今発信してるっていう感じ、うん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 、確かに確かに、だから自分の場合だと、うん、まあ、そのメーカーによって、うん、まあ、その硬さだったりとか柔らかさ、まあ、最近だったらミニディスクなんかもあったりするんで、そのフィーリングが全然違うんですよ、うんうん、で中にはそのセッティングが大してできないビンディングメーカー、うん、調整幅がね、まあ、そうです、調整幅が少ないモデルっていうのもあったりはするので、うん、まあその中でとりあえず乗っけてみて、うん、使ってみて、まあ柔らかい硬いとか、まあこうふわふわする反応が早いぐらいな認識から、うん、まあいろんな道具を知っていくっていう楽しみ方もあるんじゃないかなっていう考えるはず。なるほどね。結構そのセッティングの話をいっぱいしてくれるので、うん、もうちょっとなんかこうフランクな感じでトライする楽しみも、うん、まああるんじゃないかなって。なるほどね、はい、思ってます。いいじゃないですか。そう、やっぱり下り坂に対して僕はある意味ですよ、抵抗する考え方なので、抵抗しようと思ったらやっぱり道具とかセッティングものすごく重要なんだけど、うん、下り坂を受け入れる自由落下ってなったら板の上からまあ硬いから外れなんか取れなければいいよ、うん、みたいなところがもうベースで考えられちゃうんですもんね、うん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 、それとセッティングそこまでこだわらなくても、あのブランドそこまでこだわらなくても、その楽しみ方っていうのは全然スノーボード楽しめるよっていうのが今回の和歌の主張で結構分かった次第です。ああ、よかったです、よかったです、はい。だからやっぱ落下していくんで、うん、まあある程度、例えばクッションが柔らかいビンディングを使っても、うん、バタバタが抑えられるよねとか、長い距離滑るから膝痛くなったり、うん、足の裏痛くなったりするのも嫌だから、うん、まあこの辺使うんでも全然ありなんじゃないのかなっていうような、はい、考え方もありますね。はい、うん、いいですね。はい、はい、っていう感じでこう、うん、スノーボードを落下しながら楽しむのはもちろん両方そうなんだけども、その落下力をどういうふうに今度自分のスタイルとか楽しみ方に落とし込んでいくかっていうと、本当、うん、横切りたいなっていう僕と、本当下行く面白さがめっちゃいいじゃんっていう和歌でやってるジョイントハウスです。そうですね。はい。なんで、そういう意味ではお店としてはこう幅広く、うん、あの今回の話、僕の意見も多分あの聞いて、いや、絶対ダメとは多分思ってないだろうし、うんうんうん、僕も和歌の意見聞いて、いや、絶対ダメとも思ってないし、うんうん、っていうのが、まあうちのお店の面白さかなと思うので、そうですね、そんな感じで今回まとめさせてもらってよろしいですか。そうしますか。はい。まあそんな感じで、はい、今回ちょっとスノーボードの楽しみ方っていうのを両極端な2つっていうものをたまたまこう僕の考えと分かる僕の考えがうわーっていうふうに枝か分かれした感じがあったので、皆さんに聞いていただいた次第です。どんなスノーボードが楽しいか、どんな楽しみ方が好きかっていうのをよかったらコメント欄とかに皆さん残していただけたら、あの僕返信しますし、あのコメント欄自体はあの我がもあの、はい、見てますので、はい、あのよかったらコメント残して、はい、チャンネル登録だったりとかいいねもどうぞよろしくお願いします。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ジョイントハウスの和歌でした。